砂押川は、宮城県中部の陸町と多賀城市の中心を流れ、太平洋に注ぐ二級河川、二級水系、砂押川の本流である。古くは、市川と呼ばれていた。宮城県中部を東西に横切る松島丘陵から出て、その南園に沿って流れて、仙台港に注ぐ。主に、 宮城郡陸,陸町と多賀城市を大きく、こう描くように流れるが、上流は黒川郡大和町に属し、海に注ぐとき、仙台市にわずかにかかる。支流の野田の玉川、河川沼が塩釜市を流れるため、流域はそこまで含まれる。江戸時代の初めまで、砂押川の下流には、南から七北田川から流れ込み、 砂押し川は七北田川の支流であった。合流点は、現在の八幡小学校の真北、砂押し川屈曲部あたりとされる。また、下流部では、低山堀からさらに東に流れ、港浜に注いでいた。砂押し川下流部には、古墳時代から集落があり、724年には、道の区国の国府として、多賀城が、左岸の塩釜丘陵の上に築かれ、 国府の町が川の両岸に渡って広がった。このうち当時の砂押し川の稼働にあたるのが市川橋遺跡である。木の人形、人面木書土器など祭祀にまつわると考えられる。遺物が大量に見つかり、幅7メートル、長さ23メートルの橋が、多川城南門から伸びる南北王子に架けられていたことが発掘調査で確認されている。中世には河口の 港浜が名の通りの開港で七北田川沿いの岩切りまで河川周運があった。江戸時代の初めに七北田川の流路が切り替えられると流量が減って商船が遡行できなくなり川筋は水田や沼になった。そのうち今も残るのが深川沼である。付け替えの時期は慶長年間とも間文十年とも言う。 二段階の工事を想定する説もある。1 9五十年から河川改修がなされた。二千十一年三月十一日、東北地方太平洋沖地震で発生した津波が、訴状。氾濫や堤防の決壊により、沿岸で被害が出た。一方で国道四十五号沿いを飲み込んだ津波は、多賀城駅前の砂押し川堤防によって食い止められ、駅は、 津波被害を免れた。2016年に発生した福島県沖地震でも地震によって発生した津波が川を遡上した。1997年間の多賀城市によると、かつてはウグイ、大陸バラタナゴ、マハゼ、ボラなどがいたが、水量の低下とともに変化があるという、運河等を含む。ありが